バルチェローナ・ポッツォディゴットは、イタリア共和国シチリア州メッシーナ県にある、人口約4万1人の基礎自治体。県とメッシーナに次ぎ、県内、第2のコムーネ人口を有する。この都市は、中世に、スペイン人が、シチリア王国を支配していた時代に建設された2つの、町、バルチェローナとポッツォディゴットが1836年に、合併してできた。 標準イタリア語以外では以下の名称を持つメッシーナ県のコムーネ県とメッシーナから西へ3 0トルの距離にある隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通りバルチェローナポッツォディゴットには以下の分離集落があるポッツォディゴットは1463年に建設されたバルチェローナは1522年にスペイン人たちによって建設された ポッソディゴットの名は、この地域の開発にあたった、ニコラスゴ島の名にちなむ。1463年のゾクラテン語の文書には、ニコラーオデゴース、インクエプーソデゴースと見える。長らくミラッツォの支配下に置かれていたが、1571年に、ポッツォディゴットの市民は、メッシーナの大司教から、ミラッツォ司教の管轄下から独立し、自らの司祭を選出する権利を認められた。 1639年5月22日、マドリードの国王は、リベライリアリス・キビタス・プテーデゴースと題された王名を、発し、ポッツォ・ディゴットは、ミラッツォから政治的に独立を獲得した。この動きは、カストロ・レアーレの管轄下に置かれていたロンガーの、可愛い聖の村が、政治的自立を求めることを促した。カストロ・レアーレで記された、1522年に、 日付が遡る構成証書,書にはバーセロンナという集落の名が登場する。この村はポッツォディゴットの洗礼記録にはグラッツザ・バーセロンナと記されている。この地名はイベリア人の船員によって命名された。バルチェローナの自治権は1815年5月15日にシチリアの議会によって議決され、1823年2月28日に 両シチリアをフェルディナンド一世によって批准された。1835年1月5日、ポッツォディゴットとバルチェローナを行政的に統合させる法律が制定され、1836年6月1日に施行された。新都市の名はバルチェローナポッツォディゴットとなった。ありがとうございます。